ど、パワープラネット TV の白石と申します。大臣はですね、今月3月7日 の、 現代本部の会合で、地元の要望や子ども被災者支援法の地域規制の在り方を検討するために、原子力規制委員会の方に、年内めどに、検討を求めるというような発言をされているんですけれども、子ども被災者支援法のですね、支援対象地域を決める、基本方針についてなんですけれども、原子力規制委員会の検討を受けて、現代本部で検査を出すというような、そういった理解でよろしいでしょうか。支援対象地域については20ミリシーベルト未満一定の基準以上というふうになってまして、その基準については私は専門的、科学的、客観的、しかも内外の知見を集めて、決めなければいけないと思っております。でその意味では原子力規制委員会や規制委員会にその今のお話のお願いをさせていただきました。その、内容を参考としながら、被災政策支援地域のについては、その一定の基準についてはそれを参考にしながら、決めていきたいと。で政策支援地域もそのこれをやっていきますが、ただ減災本部の年内の取りまとめを待つということではなくて、減災本部の検討を活用して検討していきたいと思います。そうしますと、原子力規制委員会の検討を受けてという、その時期的な問題なんですけれども、それをどういうふうに解釈したらいいのか、もう少し教えていただければと思います。今申し上げましたように、減災本部で年内の取りまとめということでお願いしてありますが、年内目途にその取りまとめを待つということではなくて、減災本部の一定の基準についての検討をしてもらいますから、それを活用して検討していきたいと思います。そこから出てきますからね、その考え方が。ちょっと取りまとめのその年内の待たずして検討するというふうに捉える。減災本部の全体の取りまとめは年内をめどにということですが、その中で、そういう検討状況が出てくるでしょうから、その状況をその中身を見ながら対応していきたいということです。それとね、もう一つ、その子ども被災者支援法のその質問についてはね、政策支援地域は一定の基準ということについていろんな議論があるもんだから、そこは科学的、客観的な内外の知見を集めて、決めていきたいということと、そういう政策支援地域を一定の基準というのを決める前に、施策だけはどんどんやりたいと、これは申し上げてまいりました。ですからその施策については先日取りまとめて政策パッケージとして出しました。だから実際の政策はどん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 前に進めていくということですから、なお念のために申し上げておきます。先週出された政策パッケージが、その方針が出るまでの間動いていくという、もう政策だけは先に動くということですよ。そして政策ごとに対象地域ってさまざまですからね、結果的には政策支援地域になるであろう地域についての政策がどんどん前に進んでいくということで、我々、前向きに積極的に対応したということです。そして対策の中には投資予算で盛り込まれている対策もありますから、さらに、フォローアップして必要に応じて施策を充実していきたいと思います。そうしますと、基本方針を策定したいと思われる時期というか、省庁としての目標というのがありましたら。実質的に実質的に政策はパッケージとして出しました。そして法律上の基本方針については一定の基準について、それを総合的に勘案して政策支援地域ということは決めることになると思いますが、それはその私が今申し上げたような検討をした上で決めていくと。ただしくどいようですが、基本方針って将来決めるだろう、基本方針の中身は今政策は全て我々出してますから、その実際には趣旨を、法律の趣旨を踏まえて前に前に進めていってるということであります。
ランスの日野と申しますけれども、今の基本方針の関係なんですが、もともとその支援法の中に基本方針を策定するというのが明確に書かれていて、本来これは、支援法自体が緊急性があるものという趣旨で、緊急性があるものという趣旨で、本来数ヶ月内にやるということが国会でも議論されていたわけですが、まだその、法律の制定からですね、9ヶ月経ってもこの基本方針ができていないというのはちょっとあまりにも遅いんではないかというふうにも思えるんですけれども、今まあ基本施策のパッケージという話がありましたけれども、基本的にそのパッケージと基本方針はやっぱり違うものなので、法律の本来の趣旨にのっとって基本方針を作るべきではないかという声もあると思うんですが、この辺はいかがでしょうか。政権を引き継いだのが私が大臣に就任したのは去年の年末ですから、だから今この3ヶ月で精力的にやってまいりました。そして子ども被災者支援法の法律の体系よく分かりますよ。生産し普通は政策支援地、政策の対象地域があって、そして政策を組み立てていくというのは普通の法律上、素直な立て方なんだけど、政策支援地域を一定の基準以上とやっちゃったもんですから、そこが非常に議論があると。だからそこは専門的、科学的、客観的な内外の知見を集めて、その一定の基準というものはそこは議論して決めていかなければいけないんで、そうすると法律の立て方上の政策支援地域というのが、昨年もいろいろ検討したんだろうと思いますよ。しかし結論が出てなかった。だからそこは今のような形で一定の基準についてはそういう検討をさせていただいて、しかし基本方針の中身たる政策については盛り込んで政策パッケージとして出したから、実質は前に進んでいると。あと法律の法律上の形の内容についてはこれから具体的な時期も検討中ですが、その検討の内容を見て時期も考えていきたいと思います。法律の趣旨をしっかりと踏まえて、やってますから、これからも基本方針も引き続き検討していきたいと思います。一点確認なんですが、もともとの支援法の中では、基本方針を策定するにあたって、住民の方、関係者からいろいろと意見を聞くというのがあってですね、でこれはパブコメではなくて国会の議論の中で、質疑の中でパブコメでは不十分であるので、直接政府が主催して検討会等を開催するということが、趣旨としてあったと思うんですけれども、今後、パッケージあるいはその施策を拡充していくにあたって、そういった政府主催の住民の検討会みたいなものを開催していくということになるんでしょうか。ご意見については基本方針策定時にはしかるべき形で、聞いていきたいと思います。しかるべき形というのは基本計画、基本方針策定時になおしかるべき形で、聞いていきたいと考えております。検討会を開催するかどうかはまだ未定ということで、理解でよろしいでしょうか。ですから基本方針策定時にしかるべき形で考えていきたいと思います。ちょっと一点だけすいません。先ほどの基本方針の策定時の関係で、費用を明示できない理由というのはどの辺にあるんでしょうか。明示できないというのではなくて、規制委員会にはですよ、一方で帰還できる、福島県では帰還3つの区域見直しもして帰還できる地域も出てきてるわけですよ。でそれは今までの ICRP の試験もそうだけど、一定の放射線量でどういう防護策を取らなければいけないかということは当然規制委員会に検討してもらわなければいけないので、それを依頼をしたと。でその検討が支援地域を決めるにあたっての一定の基準に非常に大事な要素になるので、そこを今依頼してるわけですから、
ですからその検討結果を、その検討結果を見て総合的に判断していきたいと思ってますから、そこはその検討の状況を、ある意味でそこは検討の状況を我々も見ていかなければならないと、そういうことです。そうすると住民の方はこのいつ頃ぐらいにそれが出るというふうに目処を考えていたらよろしいんでしょうかね。まあ、実際に支援のその内容を住民の方々は心待ちにしていると。だからその政策 の、ま、基本方針で定められるであろう政策についてはもう今出しているわけですよ。だから住民の皆さんもその政策は我々を示したから、そこは先行してお示しをした。それから今の基本方針の一定の基準などについては専門的な検討をして、もらってますからね、その検討の内容を見て我々判断していきたいということですから、まあ時期はおのずからそういう時期出すになると思います。